皆さんこんばんは、あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイントの時間です。時刻はですね、日曜日の19時を回りました。主声クラブ昼の沖縄会場公認、これはあなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイント、いよいよ今から始まっていくんですけども、これですね、この番組は毎週素敵なゲストをお迎えし、現在成功している方でも必ず様々な困難があり、そしてターニングポイントがあります。過去、現在、そして今後どうしていきたいか、未来をですね、お聞きして、リスナーのあなたの一歩のきっかけにしていただきたいという思いからお届けしております。 MC は株式会社一歩前の伊達ちゃんでございます。皆さんどうぞよろしくお願いします。さあ、この番組はですね、各社様のご協賛によりお届けさせていただいております。途中の CM もぜひですね、お聞きください。なお、ご協賛も受け付けておりますので、ぜひお待ちしております。さあ、そして FM ギノワンのですね、 FM ギノワンヒルズ通りの FM ギノワンさんよりですね、20時までお届けさせていただいてますので、皆さんも最後までお付き合いください。で、この番組はですね、 FM ギノワンさんと私ゆだてちゃんの YouTube チャンネルでも確認することが実際できますので、あとですね、そちらの方で見ていただいてもいいんじゃないかなと思っております。ということで、早速ね、僕が喋っててもあれなので、お待たせいたしました。今日のゲストさんをね、早速ご紹介させていただこうと思うんですけども、ウィズスマイルの金城真由美さんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。いやーね、もうこれ先言っときましょう、金城真由美がなかなか言えない、これね。金城まなみになってる。誰ですか、金城まなみと、ね。まなみではないです。わかった、はい。昔の芸能人の本城まなみだ。そっから。それだ、それだ。はい。どうでもいい話です。はい、すいません。ですね、ナオドリーム合同会社の佐野直子さんからご紹介いただいてね、本日はこの講演をいただいてるんですけども、金城さん、早速ですね、お話をさせていただこうと、お聞きしようと思うんですけども、もともと沖縄、金城ですからね、沖縄の方でいらっしゃいますよね。はい、そうです、沖縄です。沖縄どちらなんですか、もともとは。もともとは宜野湾です。宜野湾、あ、はい、宜野湾、それこそこの辺の。あ、そうです、そうです、そうです。普天間高校でしたから。あ、ね、あ、そうだそうだ、はい、さあ出ました、普天間高校ね。これまたね、いろいろこう、まあ前回の金城さんに先にお話をお聞きしたんですけど、まあね、はい、だいたい1時間から1時間半ぐらいお話をお聞きしてなんですけど、なんと伊達ちゃんインタビュー史上初3時間半おめでとうございます。はい。いや、一言で言うと、金城さんね、今皆さんラジオの方はちょっとわからないかもしれませんけど、まあ YouTube とかでご覧いただいたね、お顔とかね、見ていただければわかると思いますけど、まあお綺麗な方なんですよ。で、なんかね、優しそう、いや、優しそうじゃないですね。どちらかというと、見ていただいたらわかりますように、芯の強い方です。うん、で、金城さんの多分一つの流れとして、まあ、新月これをやるって決めたら、もうとことんやられるっていうのが、まあ僕は前回お話をお聞きして、すごいこう、芯と思いがある女性だなと思ってですね、まあ、めちゃくちゃなんかね、応援したいって言ったらおこがましいんですけど、ぜひ何か一緒に、僕も女性のシングルマザー、両親が離婚してるんで、シングルマザーをなんか、お手伝いしたいとか、もっと自立してもらいたいっていうようなことをすごい思ってるので、まぁ、ちょっとその辺もね、金城さんとも相まみえるっていうか、ところもあると思いますので、今後もね、ぜひお付き合いさせていただきたいと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、その宜野湾で、ね、お育ちになられたんですけど、どんな家庭だったんですか？はい、私、今、みんなにね、信じられないって言われるんですけど、喋らない、笑わない。ね、なんだ。喋らない、笑わない。ネクラな感じだったんですね。ネクラな、そうなんですよ、はい。目立たないように、うん、怒られないように、なんか大人の顔色を伺うような子供でした。なんか両親がすごく忙しい家で、うんうん、商売をしていたので、家の敷地の中にはいるんですけど、うん、このリビングの中にはあんまりいなくて、なので夕飯を一人で食べるような感じのおとなしい子で、なので楽しいとか嬉しいとかっていうのがあんまりわからない。喜怒哀楽もあんまりなくって、何が嬉しいのか、何が楽しいのか、わからないっていう子供でした。なんか、ね、お話もこう、饒舌ですし、なんかそんな感じにも実際こうやって見えない感じなんですけど、まあ、忙しい家庭環境だったら、じゃあ、夜ご飯とか一緒にご飯食べるとかっていうのもなかった感じなんですか？そうですね。5つ上の兄がいるんですけど、小1で小6だったので、うん、兄はもうすぐ塾に入ってしまって、小1ぐらいから毎日夕飯を一人で食べるっていう。うん、でもそれが私にとっては普通のことだったので、その時
寂しいっていう感情はわからなかったです。いや、なんか、ねえ、なんかちょっと、まあ今話を聞くだけでも、なんか寂しそうなね、感じしますし、なんかご両親もご健在で、ね、離婚されてるわけでも実際ないですし、だったらご商売もされてらっしゃるから、まあ裕福で気持ちもね、そんなんじゃないかなっていうふうに推測されるんですけど、でもそうじゃないと。そうですね。ね。今思えば寂しかったと思います。そうですよね。なるほど。そんな、家庭環境でいらっしゃったんですけど、まあ、あるタイミングで、まあ、一つ、ターニングポイントが来られると。これちょっともう前半のターニングポイント、早いんですよね。なんですけど、中学に入られて、あ、そうなんです。何部マーに？チングバンド部に入りました。マーチングバンド部って何ですか？それ、そうです。こういうやつ？こういうやつっていうか、オーケストラ系のやつ。そうです、そうです。吹奏楽部は座ってやるじゃないですか。はいはい。楽曲。それの、動いて歩くバージョンのマーチングっていうのがあるんですけど、私、それを知らずに入ったんですよ。何それ。って言いながら、もう仲のいい友達がみんな入るっていうから、もうみんな入るんだったら、私も一人でお家に帰るの 寂しいので、じゃあ入るって言って、なんだか分からずに入りました。なるほど。スイングガールみたいなやつですか？昔の映画まの。あまあ、そういう感じです。なんか自衛隊が、なんか、こうやってやったりするじゃないですか、立って。あんな感じですか？そんな感じです。それのもうちょっと豪華バージョンという豪か。華バージョン。なるほど。いや、でも、マーチングバンド部ってね、今ってあれ、おいくつでしたっけ？女性に年齢聞くのあれですけど。私ですか？私44です。44ですよね。もう僕のだから7つ下。あ、そっか。でも、なんかマーチングバンド部ってそんなハイカラなもんなかったけどな、俺たち。あ、本当ですか？でも、やってるのは少ないと思います。その数としては。なるほど、なるほど。ただ、すごいあれでしょ？有名なとかいうか、強い。強くって、部員も本当に90名まではいかないけど、85とか8名とかはいたんですよ。女子で。女子9.5。ばっかり。うわ、すごい。で、そう。結構多いですよね。で、全国大会も中1と中3で行ってるので、強いチームでした。じゃあ、もともと、近所さんが入られる前から、全国でも優勝してたりとかもしてる。全国を目指す感じです。あ、目指す感目じ。指す感じです。沖縄って、マーチングバンド部っていうのは、結構いろいろあって、なんか激戦なんですか？沖縄って。なんか上手いところが多い。でも数自体は少ないんですけど、上手いところはもうすごい上手いから、っていう感じ。上手いです。なんか、あれっすよね。なんか、野球とかね、ついのあれですけど、だってハンドボールも沖縄強いでしょ？バスケも強いでしょ？確か。なんかマーチング、なんか、内地でめっちゃなんか強いっていうのこととは、またちょっと違うのがね、こっちで流行ってたり、やっぱりするんだな、とかで思ったりしますけマど。ーチングだったら西原高校は世界とか行きますからね。あ、そう、うち近い、西原高校。なんか西書いてあるわ。なんか、西原高校で文武両道なんでしょ？違う。はい、原。次なんか行わかきまんしょう。さあ、で、中学ね、そこでマーチングバンド部に入られて、なんでターニングポイントだったんですか？今まで先ほどお話したように、ネクラ、喋らない、笑わない、人の影に隠れて生きてきたんですけど、このマーチングバンド部は楽器と旗を持って踊るっていうカラーガードっていうのと、パーカッション、まあ、古代、太鼓的なパーカッションに分かれるんですけど、ちょっと結構身長がその時あったので、背が高い方だったので、カラーガードにならないって言われて、すっごい可愛い先輩に言われたんですよ。なるほど、なるほど。カラーガードって何かももうあんま分かってないんですけど、もうなりますって言っ て、なかわるほど。いい先輩についていって、この踊る、旗を持って踊るっていうところになったんですけど、ネクラじゃないですか。で、猫背で O 脚だったんですよ。猫背、O 脚、最悪じゃん。で、その身長があるから男子より大きいのが嫌で猫背だったんですね。小学校の時って女子がね、どっちかって言ったら高いじゃないですか。で、猫背で O 脚で笑わない、喋らない。からの、このカラーガードっていうのは、このマーチングで言ったら、もうちょっと花形というか、もう笑って踊って走ってみたいな感じなので、私のところからもう正反対180度ぐらい違う、その世界なんですよ。でも、この憧れ、その先輩を見て憧れてしまったので、こんな風になりたいっていう、なんか芽生えたんですね。で、そこで、
そう、喋らない、笑わないが、もうだん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 、もう笑わないといけないんですよ。もっと笑ってって言われて、もっと笑うってどうだろうとか、猫背も、O 脚ももう修正されていって、だん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 、なんかもう変わりました。外見も中身も。じゃあ、そうですね。だってイメージのね、話さない、笑わないっていう時点で、なんか明るくて、わーみたいな感じのイメージじゃないじゃないですか。それから真逆の、だって、笑うっていうのも、ね、ああいう世界の人って、傍から見て、めっちゃ笑ってるやんって見えなきゃ、笑いにならないですもんね。なので、笑ってるのにもっと笑ってって言われて、もっと、もうこれ以上笑えないっていう、笑顔を、もっと最上級の笑顔って言われて、難しいみたいな。いや、そうっすもん。だって、こうやってにって笑うのって、これ僕どう、笑えてるのかどうかわかんないですけど、ね、にって笑うのでも、なんかこれ楽しそうだな、みたいな感じで思えてんのか、まあ目も開かないとね、とかだと思いますし、まあいざなんかめっちゃ笑ってって言われるとなかなかね、難しかった。でもまあそこでそれ。ごめんなさい。マーチングバンド部に入って、まあでも90人ぐらい行ったりすると、なんかその妬んでる人とか、なんかマイナスの人とかっていうのもいたんじゃないですか？このマーチングのこの部活の人たちが本当に素晴らしい人たちばっかりで、そう、怠けようとか、サボろうとか、なんか足を引っ張ろうとか、そういう人は本当にいなくって、この全国大会に行くっていう目指してるので、この3年生チームが引っ張るんですけど、その、なんだろう、先輩についていくっていう後輩がいっぱいいて、もうみんなが一生懸命なんですね、全国大会に素向敵。かって。なので、誰もそんななんか変なことをするではないですけど、サボるとか、なんかめんどくさいって言うとか、そういう人は本当にいなかったです。いや、でも本当に、まあ僕ね、宿命鑑定とかってやってますけど、まあその持って生まれた宿命プラス、環境かけるあり方が運命を変えるっていうんですけど、宿命って持って生まれたものなんですけど、まあ環境と、まああり方って、後天的なんで変えていけるわけなんですね。だから持って生まれた、まゆみさんのものが実際あるのと、まあ、その小学校の時っていうのはそういう環境、一緒にこうご飯を食べるとかじゃなくて寂しいなっていうふうな環境から、環境中学で変わったら、やっぱり人ってね、ガンって変わっていく。そこでこう楽しいとか、なんか、だってこんなんやって、まあ女性で特になんか、これ僕、まゆみさんうんぬんお会いして、もうそういう目で見てないとあれですけど、例えば、おっぱい大きい人っていうのって、それをなんか男子からいじられたりするから、なんかこうやって猫背になったりとかっていうふうにあったりよくするじゃないですか。そうなると、こんなね、猫背になって、O 脚になって、なんか絶対顔も笑ってないしね。そんなところから、もっと胸張りなさいみたいな。もっと笑いなさいみたいな。もっとなんか高くというふうにされると、やっぱそれはね、モチベーション上がって変わっていくんじゃないかなと思って、じゃあ中学時代はめっちゃ楽しかったんじゃないめっちゃ楽しかったです。ですか。ね。めっちゃ楽しかったです。もう多分最高に明るくなったと思います、性格が。だと思う。もうじゃあ、今のベースは中学時代に作られたみたいな。そうですね。自己肯定感も低かったし、自信もなかったし、もうないないないみたいな。自分は何もできないと思ってたんですけど、ここに行ったら身長が高いことも褒められたし、そうそう。自己肯定感も上がって、どんどん上がっていって、自信もついていったと思います。もちろん努力もしてますけど。いや、なんかでも、それこそ本当ね、まあ聞いてらっしゃる方っていうのがどういう環境とかでいらっしゃるかわかりませんけど、ね、その環境を変えたら、そんなね、マイナスの暗いっていうふうなところから、あ、これでいいんだっていうふうにこうね、変わっていけるところっていうのが、まあこれが一つ、まゆみさんが今後されたいっていうところの原点なのかなと思ってるんですけども。さあ、中学をね、楽しんだ後には、先ほど普天間高校に入られたと。どんな高校生活だったんですか、普天間。この中学校の3年間でちょっと燃え尽きてしまってよくあるやつね。よくあるやつ。すっごい楽しくて、目標も達成して、大満足で、普天間高校では普通の楽しい高校生活を送りました。あ、なるほど。なんか、そんなにマーチングバンド部で全国にも行ったにもかかわらず、高校じゃマーチングバンド系はやらなかったんですか？部活に入りませんでした。なんで？燃え尽きちゃったから。その吹奏楽部はあるけど、マーチングバンド部ってそんなにないんですよ。あ、そっかそっか。部自体高が。校にね。
なるほで、ど。もちろんそこにはなくって、吹奏楽部はあったんですけど、私、クラリネットとトランペットを吹けるんですけど、でもやっぱりカラーガードをやってるので、みんなよりは上手くないんですよね。なるほどね。確かに。こういうやつ？あ、これは違います。違う、はい。パワフル。これはって今、ラジオでね、ラジオでこれは全然わかんないです。このバトン回したりとかするやつですか？なんのこっちゃってなりますね。そう。で、吹奏楽部ってに入る人っていうのは、小中、吹奏楽をめちゃくちゃ楽器を吹いてきて、うまい子が入っ、まあ、な初る心者もいるかもしれないけど、うまい子が入るから、私はちょっと、なんかちょっと違うんですよ。ほど。確かに違いますよね。だってそこよりも、その、ね、人に見せるとか、踊ってばっかりいたので、そっちの方がメインですもんね。なので、そうではないなと思ったときに、やっぱ違うなと思って、ちょっといろんな、なんかバスケ部のマネージャーしようかなとか、いろいろあったんですけど、なるほど。ダンバスのマネージャーになろうかなとか、あったんですけど、やっぱもう迷ってるうちに、もうなんか、もういいかなってなって、ちょっとゆっくりしようと思って、部活には入らなかったんですけど、まあ高校生活自体はすごく楽しかったです。なるほど。普通に楽しい。女子高生らしい、ね、3年間をお過ごしになられて、まあ、いろんなこうね、恋愛とかも多分されたんじゃないかなと思うんですけど、さあ、そして、次にね、やっとまた新しい何か一つ目標が見つかると、ガーンといける、そう。近所真由美さんなんですけど、一旦ここで、CM に入ってですね、中盤に行こうと思います。ということで、まず前半はこんな感じで、まず CM を行きましょう。ありがとうございました、まゆみさん。がとうございます。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ。それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京堂首里医術療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京堂へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ。その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるなら、それぞれの使命アクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワンソウ。クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。さあ、CMお聞きいただきました。ありがとうございました。さあですね、改めまして、今日のゲストはですね、ウィズスマイルの金城真由美さんでございます。金城さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、マーチングバンドでね、こう全国に行って、さあ、やっとネクラとか笑わないのところから、今の礎ができた、ね、金城さんなんですけど、さあ、高校行ってね、燃え尽き症候群で、ちょっとこう女子高生らしくね、ぼーっとしたね、セミリタイヤみたい、1回目のセミリタイヤみたいになってますけど、そこから、で、そこから、まあ、今度は進路のことになると思うんですけど、ね、高校3年で、どんな進路を歩もうかなと思われたかなと思うんですけど、はい。のんびり高校生活を送ってたら、進路を決めないというなりますね、なります、なります。進路どうしようってなったときに、あ、そうだ、私は CA になりたい、飛行機が大好きなのに CA になりたかったんですね。薄い。薄い。でもみんなそうですからね。僕も世界を、まあ、ずっと回り、仕事で回りたいと思ったので、旅行のツアーコンダクターになりたいと思いましたから、一緒です、一緒です。はい。そう、まあ、でも、あ、そうです。飛行機と旅行が好きで CA になりたいっていですうよね。ものを思い出したので、あ、CA、一旦大学に行ってから CA になりたいと思って、で、英語だから沖縄国際大学の英文科に入ろうと思ったんです。沖縄国際大学の英文科っていうのは、偏差値いくらぐらいあるんですか？あ、偏差値わわかかんんないです。ない。わかんない。でも高いんですか？
この人数が少ないので、枠が少ないので、難しい。でもあんまり私は分からなかったんですよ。難しいっていうの。もうとにかく CA になりたいから沖縄国際大学の英文科に行きたいっていうの、それだけ。イコールね、わかりやすいで、ね。その皆さん、後塾での。画像を見てください。ニコニコしてますから、この人。はい、できなたりと。たい、はい、行きたい。で、行きたいと思って、その塾の進路の、先生に、沖縄国際大学の英文科に行きたいですって言ったら、即答で、あ、じゃあ浪人覚悟してくださいって言われたんですよ。で、えぇー、みたいな。まだ何も始まってないのに、私のことを知らないのに、なんでいきなり、浪人を覚悟しないといけないんだろう。できれば現役で行きたいじゃないですか。で、すごいびっくりしたんですけど、その理由っていうのが、聞いたら、この沖縄国際大学の英文科は人数が少ないので、休養の人文科と那覇西のこの人文科とか英語科とかの子が現役で入って、あとは浪人生がすごい頑張って入るところですって言われたんですよ。で、そう、確かに私もすごい英語ができるかって言われたら、普通だったんですよ。悪くはないと思うんですけど、普通のレベルで、そうかと思ったんですけど、でも、塾の先生、そんなこと言ってひどいと思ったんですね。見な返んしやてねやんる。と、まだやってもないのにと。まだやってもないのに、死に物狂いでやったら大丈夫ですよって言ってくれると思ったら、浪人覚悟してくださいって言われて、現実をちょっと目の当たりにしたんですけど、でもやっぱり支援になりたい、沖国に行きたいっていうのがあったので、もう先生、浪人とかはもう覚悟しないで、現役で受かるつもりで行ったんですけど、いや、なかなかやっていくうちに現実が見えてくるんですね。あ、先生が言ってたのも本当かもしれないって途中で思ってきたりして、途中でちょっと進路を経済にしようかなとか、ちょっ迷といが。揺れたんですね。現役で受かりたいから、ちょっと英文科はやめとこうかなって、安全牌をちょっと考えてしまったりとかっていう時期がちょっとあったんですけど、最終的に、いやいや、沖国に入りたいんじゃなくて、CA になりたいんだよねっていうところ、途確か中でまた目が覚めて、最終的に、キリタンと沖国の英文科に絞ったんですね。絞って、もう学校休んで塾行くぐらいの、朝すから。ごい。まあでも、それもまた正解ですよね。ちょっとここでは詳しく言わないですけど、その塾でこんなこと学べるよっていうふうに教えてくれる、ね、友達が、重要なキーポイントの友達が実際いて、で、学校行って学ぶよりもこっちの方がめっちゃいろいろ学べるやんみたいな、ということもあったんですよね。そう、塾でのね、その友達との出会いもすごく良かったんですけど、いっぱいね、いろんなことを教えてくれて、この浪人生のクラスに潜り込んで、朝から授業を受けて、で、夕方はこの現役の自分の元々のクラスに行って授業を受けて、なので朝から本当に夜まで、本当に9時から9時ぐらいまで塾で勉強してたりとか、学校休んでやっちゃダメなんでめっすけちゃど、勉強してる。めっちゃ勉強してました。もう本当に集中して。で、浪人生に混じってやるので、本気じゃないですか。現役の子と本気度がちょっと違うんですよ。そうですね。一回やらかしてます。こと絶対受かりたいっていう感じを見ながら勉強するので、モチベーションも上がって、やる気とか集中力とかもすごく上がってたと思います。で、無理だよって言われてたんですけど、浪人覚悟してねって言われてたんですけど、なんと見事合格を。両方とも、両方新です。規取得、切りたんも。両方受かって、見返しました。それは嬉しいね。もう本当に、もう無理かなと思ってたんですけど、キリタン先に受かってて、で、リスニングを途中で、キリタン途中で入れたので、リスニングは後から本当にもう、後半、12月とか、後半、11月とかの後半から力を入れて、その時も全然聞こえないんですよ、リスニングが。どうしよう、全然聞こえなかったんですけど、本番、すごいゆっくり聞こえたんですよ。めっちゃ練習勉強してたからでしょうね。みたいな、わかるって言って、もうすごい奇跡がその日起こりました。すごい。びっくりするぐらい解けて、もしかして受かったかもしれないっていう、っていうのがあったんですね。なるほど。まあでもやっぱり、その勉強をずっとしてきたからね、そういうふうに、練習は嘘つかないってよく言うじゃないですか。で、あと、それと、まあ、後で聞きましょうかね。後で聞きましょう。いや、何かこれ、やるって火がついたら、
絶対なんか共通点があるなと思ってて、絶対こうなんだってやりたいって言って金城さんが思われた時のなんか推進力が本当すごいので、ね、そこのところは何でなんですかっていうのをお聞きしたいなと思ってますので、まあ、考えておいてください。できるかな。じゃあ次行きましょう。で、それでね、じゃあお帰国行きました。合格しました。さあ CA の道へまっしぐらのはずなんですけど、どうなんだ。またなんか大学生活楽しんでしまって燃え尽きちゃった。はい。燃え尽きちゃった。どうだったんですか。お帰国に頑張って頑張って入りましたけど。はい。あ、入ったんですけど、なんかすごい勉強が難しくって、そうでしょうなんね。か自分が思ってたのとなんか違うと思って、この英文科なので、なんかすっごい論文を読まされたりとかするんですよ。あ、こういうのじゃないと 思ったり。楽しいってあんまり、あ、メンバーとか仲間とかはすごい楽しかったんですよ。この勉強の内容がちょっと、あ、そういう感じじゃないんだよなっていうのがあって、まあ、なるほど。勉強そこそこして、ちょっとバイトに明け暮れて、なで、るほど。旅行が好きなので、旅行に行きたいためのバイトをして旅行に行く。で、勉強はもう単位を取る、卒業単位を取るみたいなイメージです。だったんですね。っていうふうなところから、じゃあ、ね、楽しい、今度は先ほどの高校生活というのに、楽しいね、大学生活をこう、過ごされて。さあ、就職になると思うんですよ。就職活動が来るとまたなって はい。就職活動かって、まあ、多分、はっと気づいてね。はい。あ、そうなんですよ。はい。パッで、て聞いて。CA を目そう指だ、されて私、ると思うんですよ。また忘れてたんですけど、はい。CA になりたいと思って、まあ、受けに行ったんですよね。東京と神戸に。全日空と日本エアシステム当時のはいジはャい、ス、ラスね。今は、はい、統合してるんですけど、ジャスと、全日空に受けに行ったんですが、まあ、対策あんまりしてなかったので、落ちてしまって残念ながら。人生初の挫折。はい、で、あ、でもやっぱり飛行機は好きっていうところで、ちょうど友達からお誘いがあって、那覇空港のグランドスタッフ、JAL のグランドスタッフの試験があったので、よし、CA ではないけど、受けてみようというところで、受けたら合格して、そこに就職した CA と。でもすごいからね。CA じゃなくて、グランドスタッフでも。ああ、まあ、そうです。ありがとうございます。ですよ。だから、まあ僕ももしかするとね、だいたい22から27ぐらいまで働いてらっしゃったと思うので、ってなると、ね、僕も合ってるかもしれない。僕 JAL 派なんで、ベースは。ああ、そうなんですね。じゃあ、合ってますね、絶対。合ってるはい。と思いますか。まあ、そんなんがあってね、JAL で働かれることになったんですけど、CA には実際できないですけど、JAL のグランドスタッフと。まあでもね、ここ、詳しくはね、言わなくていいですよ。今日は、ここ、余談ですが、僕はさらっと流しますから。まあ CA はね、CA じゃ、結構ね、序列は結構厳しいしね、縦社会だしね、花のように見えますけどね、裏はいろいろあるのがね、JAL ってよく聞いております。僕は聞いてます。まゆみさんから聞いてないんだけど、僕は私は聞言っいててないです。はまあ、そんなんがあって、ね、お仕事実際してらっしゃったと思うんですけども、ね、お仕事、ご結婚もそのタイミングでされたんでしょ？そうですね、27の時に結婚して、すぐ子供が生まれると思ってたんですよ。じゃあ、なかなかできない、1年ぐらいですか、なかなかできない時期があったり、で、やっとできたと思ったら、流産をしてしまったんですよ。で、そこで、はっとなんか立ち止まって、私はもしかしたら子供ができない体かもしれないって思ったんなるです。ほど。はい、その理由がわからない。でも、そのやっぱりどうしても子供が欲しいっていう強い気持ちがあって、仕事と子供を天秤にかけた時に、どっちが欲しいって聞いた時に、いや、どうしても一人でもいいから子供が欲しいと思ったんです。で、まあ、泣く泣く退職を決意なるほど。したということそので仕事も忙しかったりとか、ね、するし、ね、その体調のこともいろいろ考えて、やっぱりだったらこの環境を変えていった方がいいかなと。ということで環境を変えて、別の会社に行かれたんですね。と思ったんですよ。やめて、ちょっと2、3ヶ月休んで転職をしようと思って、やめますって言ったら妊娠しました。まあ、やめますって、す ごやいめな。ますって言っても、なんかいろんなすっきりしたんですね。もう一回、もう子供も今はとりあえずいらない、仕事もとりあえずもうフラットにして、もう全部なしにして、もうまっさらな自分になろうと思ったら妊娠したんですよ。おめでとうございます。すごいタイミングで
なので手放したら入ってきたっていう、ちょっなとるほ執ど。着もしてたんですよね。この子供が欲しいっていうことに執着してたっていうのもあって、もうとりあえず一旦手放し、全部手放したら妊娠したので、あ、すごいなって思いました。でね、いろいろよく言いますけど、ね、そんな本当にね、なんか執着してると入ってこないですもんね。そうそう、金金これ金っが欲て言ってるしい、人にこおれ金が入っ欲てこないしい。しね。でも何もいらないです、私。もういらないってやったらできたので、あ、なるほど、と思って。なるほどまあ、ね。妊娠したので、就職がもうできなくなったので、まあ、専業主婦っていう形で、まあ、1年半ぐらいですかね。で、なったんですね。で、その後、あんなに欲しいと言っていた子供ができたのに、あんまり赤ちゃんとそう、関わって生きてきた経験がないので、一人で夕飯なる食べほてどたの。ね。ご両親お忙しかったしね。で、赤ちゃんって泣き止まないんですよ。やまっないていうです。のを、そこで初めて知って、おむつを替えても、おっぱいをあげても、ミルクをあげても、抱っこしても泣き止まない時があって、もう一緒に抱っこしながら泣いてて、もうちょっと若干育児ノイローゼになってないかなと思うんですけど、そういう感じで、ちょっと育児が辛いっていう時期があったんですね。で、あんなに欲しいって言ってたのに。で、もう、ちょっともう自分が病みそうになったので、就職活動をして転職しました。なるほど。さあ、はい。転職した子だ、仕事っていうのは、はい。どんなとこに？はい。東京に本社のある IT 系ベンチャー企業っていういいとこ。ね。はまたい。そんな仕事が大変そうなところそうに。なんですよ。なんで、なんで、なんでな？ちょっと給料高い方がいいなと思って。で、浅はか、浅はかで。土日祝休みで。そう、子供を中心に動けるような仕事がいいなと思って、ちょっと空港はゴールデンウィークとか夏休みとか年末年始とかみんなが休みの時に忙しいので、ちょっとどうして子供がね、できたら難しいと思ったので、ちょっと土日祝休みのカレンダー通り仕事がいいなというので、そこに入ったんですけど、まあまあ、大変な、激務な会社で、でも、もうそこでパソコンとかもいろいろ教えてもらって、まあ、総務、秘書、労務、人事、経営企画とかいろいろ経験をさせてもらって、すごい、修行にはなりました。なるほど。で、はそい。の修行を実際こうやってされたね、IT ベンチャーに実際行かれたんですけども、けど、あれなんじゃないですか。結構また一つ、これは転機とは言わないですけど、保育園の、ね、まあ、フルタイムから時短に変えられたと、って話をお聞きしますけど、時短に変えられて、なんて言われたんでしたっけ？保育園の先生に。フルタイムの時はお迎えに行けなかったんですよ。あ、お迎えに行けなかったんですね。で、おばあちゃんにお願いしてたんですけど、時短勤務が取り入れられたので、よしって言って9時、6時半から9時、4時になって、お迎えに行けるようになったら、なんとその保育園の園長先生に、リオくんが笑うようになりましたって言われたんですよ。笑うように、子供が笑うようになりましたと。笑ってなかったのかと。もう衝衝撃。撃ですよね、私。もうそんなことも気づかない。笑ってなかったかどうかも気づかない。母親失格だと思ったんです、その時に。あ、私はなんてことをしてしまったんだろう。その時2歳半ぐらいですね。2歳半、笑ってなかったっていう。もう、まあ、ちょっと泣いたんですけど、その時。でも、2歳半だから、今までの時間は取り戻せないけど、これからの時間は自分で作れると思って、もうその子のために一生懸命生きようと思ったんですね。で、そこからもう全部自分でお迎えもご飯もお風呂も、まあ、当たり前ですけどね、できるようになって、まあ、長男も写真を見返したら本当に笑ってないんですよ。なるほど。その時分かんなかったです、言われなかった。まあ、そんなのがあって、子育てに、まあ、一つやるって決めたらね、まあ、とことんやられる方なので、まあ、それから子育てもすごいこう頑張ってね、やられたと。まあ、もちろんそこは、ね、もともとご自身のご家庭がね、やっぱりご両親はいらっしゃるけど、一人でご飯食べたりとかっていうことがあったので、そんな思いさせたくないとか、っていうことも実際あって、こうやってぎゅーっと、ね、お二人の子供に対して時間を使われたと思うんですけども、まあ、そんな中で三人目のね、子供が生まれた時に一つの転機が迎えるというふうなことなんですけど、ここで CM に入ろうと思います。ということで、私も終わったらですね、三人目の時に何が起きたのかっていうようなことから、今後どうしていきたいのかっていうところまで、さあね、ぎゅっとね、最後の17分が大事になってくると思いますので、皆さん、乞うご期待してください。では、一旦 CM 参ります。ありがとうございまありす。がとうございます。
なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ。それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京道首里伊豆治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京道へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ。その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるなら、それぞれの使命。アクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワンソウ。クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。さあ、ねまた後半に入ってまいります。さあですよ、今からの17分をぎゅーっとどうできるかね、頑張りましょう、お互いに。はい、お願いします。はい、じゃあまあここでねターニングポイントなんですけど、早速参りますけど、3人目のね、はい、まあ、3人目の子が、まあ、お腹にこう実際身ごもった時、これが一つのターニングポイント、2つ目ってお聞きしたんですけど、はい、なんでこれがターニングポイントになるんですか。今までその、うん、子供もいる、家もある、車もある、うん、仕事もある、旦那さんもいる。で、普通の幸せではあるんですけど、なんかなかなか自分が心から本当に幸せっていうのを感じれてなくて、もやもや、うん、何年も何年ももやもやしてたんですね。仕事をしてる、うん、ね、家事してる、育児してる、うん、普通の幸せなんだけど、幸せっていうのが分かんなくって、うん、なんだろうと思ってる時に、その3番目を妊娠した時に、うん、もう私はこのままじゃいけないっていうのが思ったんですね。このままで人生終わるのは嫌だっていうのがもうはっきり分かったんですよ。うん、このモヤモヤはこれかと思って、で、じゃあ自分はどうしたらいいんだろうって思った時に、うんうん、なんか自分の頭では思いつかなかったので、ちょっと、中水明だったり、統計学っていうところに頼って、私は何ができますかっていうのを。なるほど。人生変えたいんですけど、どうしたらいいですかっていうのを聞きに行ったんですね。そしたら、いろいろ言われた中で一番印象的だったのが、まゆみさんは人の前に出てくださいっていうことだったんですよ。なるほど。人の前に出るとは、と思って、今までその人の、ね、影に隠れてきたりとか、もともとは喋らない、話さない、笑わないっていう子だったので、うん、人の前に出るってどういうことだろうっていうのをまず考えたんですけど、はいはいはい、否定したんですけど、いや、まゆみさんがそれを受け入れないと幸せになれませんよって、もうガンってまた言われたので、うんうんうん、そっかと。じゃあ、人の前に出るってどういうことだろうっていうのをちょっと探し始めて、周りを見て探し始めて、その時に Facebook でママソラの奥田恵美さんという方を見つけたんですよ。なるほど。が専業主婦をやられてたんですけど、ママと女性のための活動だったり株式会社を立ち上げたりして、うんうんうん、かっこいいっていう衝撃の出会いをしました。なるほど。まあ、じゃあ奥田恵美さんをもう見つけて女性の生き方として一目惚れしたみたいな。はい、なるほど。いや、なんか、まあ、でもね、なんか人の前に、ね、生きて出てくださいって言ってますけど、出てますやん、マーチングバンド部で。あ、でもほら、あれはその90人の中の一人。ああ、まあでもそれね、解釈の捉え方でしょうね。まあでも一つ、まあ人の前には実際出てくださいと言われて、うん、さあ、奥田恵美さんにどういうアプローチ、はい、見つけたーってなんですけど、アプローチされるでしょ、うん、はい。会ったこともないんですけど、面識もないんですけど、もともと Facebook ではつながっていて、メッセンジャーから私の熱い思いを、うん、ママソラがあったので、ママソラ大阪とか、福岡とかあったので、うん、ママソラ沖縄をやりたい、ママソラ沖縄して活動したいと思って、熱い思いをメッセンジャーに載せて、うん、メッセージを送ったんですけど、うん、もちろん無名ですし、実績もないですし、
何もないんですよ。熱い思いだけしかなくって、3回断られました。3回も、3回も、てか、3回断られましたって言うけど、3回よく、そうそですれよでね。もってしましたね。誰って、まず誰っていう感じですうん、ですよし、ね。実績もないのにっていうところで、でもどうしてもやりたいと思って諦めきれなかったので、その方がたまたまオンラインの企業塾、3ヶ月のママソラ企業塾っていうのを開講してすぐ入りました。なるほど。そこに入って、向こうからも、なんか入ってきたやんと。まあ、ちょっとフィールドに立ってどんなやつかも見てやろうかみたいな。ちょっと奥田さんが悪い人みたいに聞こえてきます。そうじゃなくてね。で、まあそんなんがあって、まあ徐々にこう認められることにそこでなったと思うんですけども。で、やっぱそれで、ママソラの沖縄支部を立ち上げたってことですか？もうやらせていただいたっていう感じです。ああ、やらせてもらって。やらせていただいた感じで、そこでこの企業塾ではイベントの立ち上げ方だったり、認知の広げ方だったり、SNS の使い方、超10年前ですのでね、SNS の使い方だったりっていうのを学んで、もう学んだ直後にすぐ生後3ヶ月でイベントを行ったこともないのに、抱っこひもで赤ちゃん、三男を入れて、イベントを初開催しました。開催したってこと、自分で。自分で開催しました。行ったこともないんですけど、とりあえず学んだことをやってみようと思って。なるほどね。イベントに参加したこともないけど、学んだんで、それは自分で主催してみようと。学んで。で、それは1回目は10人ぐらい集まったんですか？10人ぐらい、来ました。すごいな。SNS、当時は Facebook がそうです主ね。流だったので、Facebook を活用して、ですよ Facebook ね。で認知を広げていって、実際にイベントを開催しました。なるほど。で、それをね、何回か実際やられて、そして別の方の、また、著名なね、方のその沖縄に呼んで、で、お呼びして、で、その分のその主催だとかっていうことを実際されて、それもなんか50人ぐらい人も実際集められて、ね、成功してらっしゃると思うんですけど、しちゃったと思うんですけど、まあなんかその、またそしてですよ、その後に、2019年、ミセスジャパンを主催されたんですか？ミセスジャ沖パ縄ン。大会を、沖縄大会。されて。で、プレゼン、参加される方を集められたんですかね？近所さん。そうですね。まずは参加、出てもいいよ、出たいよっていう人をさ探す。最終的に20名集まったんですけど、素晴らしい。20名。で、で、まあ、そスポンの、サーも9社ぐらい集めたりとか、スポンサーね。あとはもうご来場される方ももちろん集客もしないといけませんしっていうところで、集客何人ぐらい集まったんですか？でも会場がちょっと狭くてですね、120ぐらいしかもう入らなかったんですけど、もうすぐ満席になったんですよ。もう一般発売ができないぐらい。その2019年で優勝したのが佐野直子さヤング部門で優勝したのが前回お話しされた佐野直子さん。ん。ご紹介ね、いただいた。なるほど。そうなんですね。でもやっぱりあれなんじゃないですか？その、いろんな、だってその無名のね、方が突然出てきて、で、っていうんだったらいろんなこうなんか文句とか誹謗中傷だとかっていろいろ受けられたんじゃないかなとかって思うんですけど、いろいろありました。いろいろありますよね。その中で、なんでこういろいろね、もうちょっと行きましょうか。で、そして、まあいろんなこう活動される中で、エステも実際ご自身で、修行っていうような形でエスト学びに行かれたりだとか、で、自分で実際立ち上げるっていうふうにいろいろ考えたりとかってしましたけどね、いろんなご縁があったりとかってされたりとかって実際して、らっしゃいますけど、けど、そこから、また今は、あれなんでしょ？で、人を集めるとか、ランチ会とか、なんかそうなんで、こうやって、なんか集客だとかっていうことを今メインでやってらっしゃったりする感じなんですイベントもやってか？ます。そういう形で、イベントもいろいろ。なるほど。でも、近々またイベントやるんでしょ？そうなんですよ。3月20日にですね、まあ、ちょうど2週間後なんですけど、3月20日にミニトークイベントを開催します。皆さんのターニングポイント、ちょっと番組と被っちゃうんですけど、皆さんのターニングポイントを聞いて、まあ、5名の女性がね、登壇されるんですけど、ターニングポイントを聞いて、自分も頑張ろうとか、勇気をもらえたりとか、元気になったりとか、自分も何かに挑戦してみようとか、諦めてた夢をもう一回挑戦してみようっていう、機会になればいいなと思って、そのターニングポイントを聞く、イベントを開催します。なるほど。だからそうやってね、イベントを開催されるんですけど、その5名の方、まあ今回は例えば5名の方とか、
という方はどういう方々なんですか？まあ、お名前とかじゃなくて、なんか。女性起業家の方なんですけど、もともと専業主婦で、おやつ教室を立ち上げて、月商8、あ、月商じゃない、年商8桁とかもいるし、まあ、乳がんを、3度ですね、3度乳がんを患ったけど、やっぱり人生を諦めずに楽しんで生きていこうっていうヨガインストラクターの先生だったり、まあ、映画監督の、女性の方だったり、いろんな方が登壇されます。なるほど。そういう方々、まあ、それこそ、先ほどね、まあ、奥田由美さんに関しては、まあ、女性の生き方として、まあ、一目惚れして、お声掛けされたと思いますし、で、その、もともとね、子育てを実際されて、一生懸命やってる中で、いや、子供はもちろん子育ては大事。子供の教育も大事。で、先日も、金城さんね、お子さんの、ので、石垣島にね、一緒にこう帯同して行かれたりだとかされてらっしゃると思うんですけど、まあ、そんな中で、いや、でも、私の人生、このまま終わっていいのかっていうところで、前に進まれるようにこう実際になってらっしゃいますけど、その今、いろんな方々をこう集めたりとか、をされてらっしゃるじゃないですか。まあ、言ったら、僕は、集客家みたいな感じのイメージが実際あるんですけど、で、その集客するのも、まあでも誰からいいっていうわけじゃないじゃないですか。あ、そうですね。ですね、どういう方をこう集めたいとか、どういう方に真由美さんがこう、なんか好きとか、イエスみたいな感じで思ったりとかってするんですか？それは、あ、来る方ですか？呼ぶ方ですか？呼ぶ方です、呼ぶ方で呼す。ぶ方ですね。みんなを引っ張ってくれるような、明るい未来を照らしてくれるような、今のまんまでもいいけど、もっと叶えたい夢があるんだったら、その夢を叶えようよ、一緒に。でも、その夢を叶える一歩って、なんか勇気いるじゃないですか。その、ね、手を引っ張ってくれるような方がいいです。なるほど。引っ張ってくれるような方を、実際その真由美さんが別の方にこうやってつなげたりとか、この人めっちゃいいからとか、その一歩前、まあうちの会社一歩前ですけど、一歩前にこうやって踏み出せるようなきっかけを与えるような人たちをいっぱいこう集まっていただいて、その方々から、何か影響を受けてもらいたいっていう感じなんですか？そうです。なんか夢って諦めがちじゃないですか。自分にはいいかなとか、自分できないとか。でも、みんなやろうと思えば何でもできる存在じゃないですか。っていう、背中をつなげたいというか、背中を押したいというか、なるほど。感じです。それはなんで真由美さんそういうふうに思うようになったんです自分がやってほしかったからです。か？自分がやってほしかった。この会社員で働いてるときに、こんなに仕事も頑張ってるし、子育ても頑張ってるのに、なんかなんで報われないんだろうと思ってて、まあ頑張ってるのか、みんな応援してほしいと思ってたんですね。専業主婦でも全然いいんですけど、会社員でもいいんですけど、応援してほしいと思って、私がもし何か自分でできたときは、私は人を応援したいと思ったんですよ。私が応援されたかったように。応援したいと思ったんですね。なるほどな。じゃあ、実際その、今回ご登壇される5人の方であったりとかは、まゆみさんが応援したいと思ってらっしゃる方っていうことですか？応援したい。もちろん応援したいもあるんですけど、この方々を見てみんなも頑張ろうと思ってほしいです。なるほど。そういうふうな輝きを発する人たちっていうことを、まあなんか、まあ集めてとかいうかね。ああ、でもそうかもな。なんかそうかもなっていうか、僕は偉そうにじゃなくて、なんかそんな気しますね。なんか真由美さんももちろんそのご自身で、もう僕もそうですけど、どんどん前に、行って、それによって影響される方がいらっしゃって、なんで伊達さんそんなにできんの？とか、多分真由美さんもなんでそんなに一個決めたらガーっていけるの？とか、っていうふうに言われると思いますけど、けどやっぱその、まあね、お互い僕とか真由美さんの個の力だったら、ハマる人もいればハマらない人も実際いると思うし、いろんな実際感情があるので、いろんな人から何かの影響を受けたら、ね、一歩踏み出す人とか、なんかこんなしたいっていうふうな、ね、男性も女性も実際増えてくるんじゃないかなって僕も思いました。そういう面じゃ一緒ですからね、僕も真由美さんもね、言ってること。だから、今回このラジオはターニングポイントっていうことを実際聞くポイントなんですって話を実際した番組なんですって言って、うわぁ、もう一生みたいな話。そっからスタートでしょうね。すごかったですね。
そうですか、そう。で、まあ今いろいろそんなことを実際やってらっしゃって、ね、イベントとかも実際企画してらっしゃったり、ご自身のね、塾とかでも実際やってらっしゃるんですけど、今後、まゆみさんがされたいこと、で、どんなことなんですか？こういうふうにしていきたい、思い。大きい思いであれば、やっぱり女性が活躍できる場をもっと増やしていきたいっていう思いはあって、まあ、自分にはできないとか、自分には無理と思っている方とか、会社や旦那様に頼らず、自分の力で生きていける人を増やしていきたいって思ってるんですけど、その手段がある人もない、ある人もいればない人もいる。学びはしたけど、これを活かせてない。そもそも何がやりたいのかわからないっていう方がいると思うので、それに合わせていろいろ私もお手伝いをする講座とかもあるので、はい。なるほどね。そういうふうなお手伝いを実際したいなと、っていうようなことで、だと思いますね。まあ、なんかね、それこそなんかコラボれるんじゃないかなとも思いますし、何かご要望いただけることが実際あったら、ね、コラボれるかなとも思いますし、なんかで、女性が実際やられる集まっての中に、男性が一人入って司会するっていうのことっていうのも、逆に言うとアクセントになってね、引き出すことも実際あったりすると思いますから、まあ、何かしら、ウィンウィンな関係が実際できればなと思ってます。で、まあ、僕も、さっき言われたみたいにね、女性って稼ぐのが苦手なんですよね。なんか、独立はしたものの、なかなかそれを売り上げにできないっていうようなことがやっぱ多かったりとかってするので、まあ、それこそ、まあ、宿命鑑定も実際そうですけど、まあ、売り上げに実際できることっていうことをね、なんかやられたりすると、思いだけじゃね、継続やっぱりできないんでね。まあ、そんな中で、そして、まあ、この番組ではですね、まあ、リスナーさんの方に一歩踏み出してもらいたいっていうふうな思いからスタートしてるんですけど、まあ、なんか、若者に、何かお伝え、若者じゃないな。なんか一歩踏み出したいんだけど踏み出しにくいとか、一回踏み出しちゃったんだけど、挫折しちゃったとか、そういうふうな人に対して何かアドバイスがあれば、まゆみさん何かございますでしょうか。まず、なりたい未来を明確にするところからだと思うんですけど、どんな風に自分がなったら幸せなのかなっていう、をまず掘り出していくところと、あとは挑戦した先には、挑戦ってきついことってたくさんあるじゃないですか。でも、挑戦した先には、もう絶対成長があるので、この挑戦することに、ちょっと臆せず、どんどんやりたいことに挑戦していってほしいなと思います。あ、確かに、そうですね。いや、でも本当そうだと思いますし、僕もね、いろんなことをやって、英語喋れないのにテッドに登壇とか、まあ、それこそまゆみさんも無理だっていうふうに言われたけど、でも絶対通るんだって言ってめっちゃ勉強したりとか、やっぱなんか、バーってやりたいことっていうのを書き出して、で、出したらやっぱりそこに対してどうやって努力していくかっていうのこともやっぱりね、大事だと思いますし、まあなんか、そういうふうなところっていうふうなことは、ただ気合と根性だけでは継続実際できないので、まあ、そんなこともね、なんか、いろいろ学びになって、どんどんこう、一歩踏み出せる女性っていうのがね、まゆみさんが思われるように、まゆみさんみたいな人が、どん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 沖縄で増えていったら、超面白いなと実際思いますけれど。はい。という感じですね。いやー、まあ本当ね、今度ちょっとまた、ちょっと僕もそろそろ時間になって、今日は終わっていくんですけども、なんかね、女性の、なんか、まゆみさんが、これ、集められる方で、そういう飲み会のトーク番組、トークラジオを実際やりたいなと思ってるんですよ。僕インタビュー云々とかでお聞きして、で、どうなんですかって、今日はなんか5名の方にお越しいただきましたみたいな。で、ここでこうね、ラジオ番組実際やりながら、対談トークでも飲みながらでもいいし、なんかそういうふうなことっていうこともしてったりすると、まあ、いろんななんかね、そんなこともお伝えできるんじゃないかなと思いました。まあ今後ね、またこれからも、ちょっとまたこれ笑っていいとも方式なので、またまゆみさんからね、どなたかをご紹介いただいたりとかってですね、できるんじゃないかなと思いますので、またこの熱い思いをね、どんどんつながっていくと思います。ということで、今日はですね、早いものでもう時間にね、なっちゃいまして、あっという間の1時間なんですけども、本当、近所まゆみさん、今日はね、本当貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。これからもちょっとね、お互いなんかコラボって、なんかうまいこと活躍できればなと思っております。ということで、それではまた来週同じ時間にお会いしましょう。金城さん、ありがとうございました。がとうございました。はい、じゃあね、バイバーイ。